いい画角ですわ。現代のマコです。恥ずかしいな。はい、今日はですね、軍艦島クルーズということで、はい、これから長崎の軍艦島に行こうと思います。本来だと車椅子の人は船には乗れるんだけど、軍艦島には上陸できないそうなんですけど、ちょっといろいろ協力いただいて、もしかしたらちゃんと上陸できるかもしれないということで、その模様をお届けしようと思います。まあ、そもそも海が荒れてたら上陸は難しいけど、今日はね、今のところ行けるそうなので、まずは楽しみたいと思います。はい。なんでこっち見んの？前も持ったらいいから。せーの、よいしょ。はい、大幅いけます、はい、ちょっと上にして、はい、なってきた。どこがトイレ近かっていうか、あ、トイレ近い、うん、はい。そのままでも昔ここに座っても昔どっか自由に。ああ、ありがとうございます。すごい、大丈夫、はい、うん、トイレあったらいい。トイレあるからね。Oh.
本当に今回の乗ったクルーズ船は普段であればクルーズ船の中で上陸はしないで軍艦島をまあ外からぐるっと一周するところは車椅子の方でも受け入れている。ただ上陸するにあたってはやっぱり歩けないと難しいというのが基本条件なんですけど、まあ、ちょっと一度問い合わせしてみて、いろんなクルーズ船にね問い合わせしてみてください。はい、ということでこれからお昼を食べにまた行きますが、まずこの軍艦島クルーズ動画は終わりということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。すごい声響くね、なんか一人急に急になんか老いの声しか聞く